はい、こんばんは、タルエトツエキと申します。E4 の第1ゲージやっていきたいと思います。輸送ですね。あ、ちなみに平行略で行く予定です。掛け軸だけもらおうかなと思ってます。なので札がですね、別のとこついた牛尾ちゃんとかが混じってますけど、高難易度でやる方は注意してください。はい、三熊に、司令部施設に、水栓2つですね。あと余ったところにドラム缶、図法は臭いの、持ってれば缶を入れてあげてください。臭い持ってれば他にも入れていいらしいんですけどね。僕97式の臭いしか持ってないので1個だけですね。で、牛尾ちゃんはドラム缶、踏みつきにダイハツ、レーベにドラム缶、目つきにダイハツ、アブクマ、音に好評的ですね。ダイハツ、カスミちゃん、山雲にドラム缶、ノワッチもドラム缶ですね。あと秋月と初月に、対空やってもらってます。輸送なんでかなりドラム缶とかダイハツ多めですね。では E4 やっていきましょう。作戦計画概要をご説明します。はい、もうあと1回で終わるとこまで行ってますね。今の装備だったら3回で削り切れるみたいです。第一航空隊は、第一航空隊が、陸航4つですね。で、第二航空隊に1つ、陸戦混ぜてます。第三に一応防空入れてますけど、今のところ、発生してないですね、今は。はい、ではやっていきましょう。第4作戦海域、作戦要項です。本作戦の主眼は輸送作戦です。基地航空隊との共同作戦が可能です。はい、ではここは兵でやってます。反転敵任務部隊を撃て、小笠原諸島沖提督、我が艦隊と基地航空隊の活躍により南西諸島方面島嶼部への敵の脅威を退けることに成功しました。太平洋正面の小笠原諸島方面の、防備強化をこの機に実施します。船団抜病、父島かな、父島及び硫黄島への、当初防備強化を実施せよ。漢字間違ってたらごめんなさいね。小笠原諸島方面の島嶼部へ防備強化のための輸送作戦を実施せよ。敵艦隊の動きにも十分注意し、必要な護衛戦力を投入せよ。はい、まず第一ゲージは連合の輸送連合でやってますね。で、基地航空隊も使えますよと。装備によって輸送揚陸量が大きく変化します。ドラム缶とかダイハツとかですね。あとは同じです。高難易度だったら航空優勢も大事にしてくださいと。はい、反転敵任務部隊を撃て、敵侵攻に備え小笠原諸島の島嶼部要塞軍防衛力強化のため輸送部隊を投入する。敵艦隊の動向にも十分注意せよ。はい、やっていきましょう。特にアブクマをここで切るかどうかはちょっと危ういらしいですね。まあサブ持ってればいいんですけどね。砲弾がありますから気をつけてください。航空巡洋艦ミクマ出撃しますわ。はい、まあボスに2部隊とも集中でいいと思います。私がクマクマ言ったっていいわよね。はい、では潜水艦隊ですね。さあ、ミクマの立体的な航空砲雷撃戦始めますわ。潜水対戦艦が多くないので、ちょっと事故率はあります。はい、大丈夫でしたね。いい方だね。そこにいたでしょ。
相手が単王なのも助かりましたね。もらっちゃうかな。セーフですね。ゾホの臭い観光は、この海域特攻があるらしいので、積極的に使ってください。随行の航空隊が活躍したの。やったー。軽空母だって頑張れば活躍できるでしょ。なんとも。特に強めのやつですね、臭いの。僕は一番下の臭いしか持ってないんですけど、強い臭い持ってることは結構こうとか打つだと必須の話になってきてるみたいですね。はい、ここは道中参戦です。潜水艦やって、通常艦隊戦やって、輸送終わってボス戦ですね。開幕一隻はちょっと嫌ですね。はい、だいぶこれで楽になりましたね。中波までしてくれればありがたいですね。はい、第一ゲージボスはいつものおばさんですね。やっていきましょう。いいですね。さあ、ミクの立体的な航空砲雷撃戦始めますわ。敵艦隊発見だ。あ、優勢取れなかった。削りだと優勢取れたんですけどね。ちょっと装備的に甘かったみたいですね。中波まで持ってってくれるといいですね。ありがたい。艦隊追撃戦に移行します。行きます。ズホの特攻が生きてますね。削り中は、ここドロップ何もなくガシャンしか出なかったですね。随行の航空隊が活躍したの。やったー。軽空母だって頑張れば活躍できるのよ。ね、提督、本当にありがとう。はい、本海域輸送作戦作戦完了と。お、ドロップ来た。ユーグモ型一番艦、ユーグモ着任しました。提督、あ
甘えてくれてもいいんですよ。まあまあ嬉しい。さすがに遊具も持ってますけどね。装備がちょっと美味しいですよね。第2ゲージ出たんですが、ボスマスが出現してないので、ギミック、私がクマクマ言ったっていいわよね。ルートギミックを解く必要がありますね。では、次回はルートギミック解いて第2ゲージ割るところで、お会いしたいと思います。今回もご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価、ツイッターのフォローとよろしくお願いします。それとあれだ、スーパーチャットいただいてた分の、読み上げさせていただきたいと思います。ちょっと待ってね。はい、読み上げ用に鹿島さんの画像を用意しました。前回、暗黒の中で読み上げしちゃったんで、今回は鹿島さんが読み上げてる風です。7月7日ですね。ヨコさん、いつもありがとうございます。少しですが食費にどうぞ、応援してます、感謝、ありがとうございます。こちらこそいつもありがとうございます。次、7月9日 UAZW さん、この方もいつもいただいてますね。主、継続すげえです。ご無沙汰しておりました。湿気で汗どんどん出るので水分補給しましょう。ありがとうございます。最近暑いですね、本当にね。次、11日ですね。げっそりさん、スーパースティッカー100って書いてあるやつ、100点くれましたね。どうもありがとうございます。とりあえず、この期間の分は以上になるかと思います。はい、それでは鹿島さんの、画像でお別れしたいと思います。お疲れ様でした。バイバーイ。